ティーリング代表の水田です。今回はこちらのおしゃれなポニーテールアレンジを解説していきます。このようにおしゃれな仕上がりになって編み込みを使ってそうなんですけど、今回編み込みは使ってなくてですね、もう三つ編みとロープ編みっていう簡単な技法を組み合わせて作ってます。ですのでヘアアレンジ初心者の方、中級者の方でも十分この可愛い仕上がりに簡単にできますので、ぜひ最後まで見て頑張ってみてください。それでは解説していきます。まず表面をこのように丸く取ります。丸く取りまして三つ編みしていきます。ざっくりで大丈夫です。角度を下げて三つ編みします。でこの丸く取るのがポイントで、こうすることでラインが出ませんので、簡単でいいのでざっくり丸く取ってください。で角度を下げて三つ編みします。でこの三つ編みもあまり細かく編むと可愛くありませんので、ざっくり大きめにこれぐらいの感じで大丈夫です。でこれぐらいまで来ましたらルーズにほぐします。こんな感じですね。ある程度しっかり編んで柔らかくルーズにほぐします。で両側ですね、両側にします。でトップの方も束感を出していきます。このようにできましたら毛先をゴム止めしていきます。髪と同じかそれより明るいナイロンゴムを使っています。で止めます。こんな感じですね。で次です。次は遅れ毛をお好みで残しておきます。だいたいこんな感じで前髪の横ですね、前髪横が定番です。とお好みで今だったらこのようにもみあげのところですね、これを残してください。で残してだいたい今耳後ろぐらいですね、耳後ろぐらいの髪を取ります。この髪を取ります。でこれを角度をせっかく丸く取りましたので斜め後ろに、ラインが出ないように、ま、斜め後ろにしながら2つに分けます。これでロープ編みっていう技法を使います。2つに分けて交差するだけです。こういう感じですね。これねじらなくても大丈夫です。そのまま交差してこれもルーズにほぐしていきます。ほぐす力は徐々に柔らかくしながら外側の毛束に行くに従って淡い柔らかい質感になるように狙っていきます。こういう感じですね。で毛先をゴムで留めます。これ後から外すので、まあ、仮留めという形なので少し弱めで大丈夫です。で次にこの三つ編みのところですねに通します。この時に緩くなりがちですのでしっかりねじりながら、ここに力を入れながら通すのがポイントです。で逆側をしますのでこのようにクリップですね。でこのロープ編みのところと三つ編みのところですね、あと後ろの髪も一緒にこのように挟んでおくと緩くなりません。では逆側も同じく遅れ毛を残してロープ編みをしていきます。角度はこの位置ですね、斜め後ろです。でこのロープ編みなんですけど、ロープ編みを始めるところが前すぎると正面から見て膨らんでしまいますので、ロープ編みを始めるのは鏡で確認して膨らんでないのが確認しながら、この耳後ろぐらいですね、この位置ぐらいからロープ編みを始めます。こうですね。でこのロープ編みは下の方を上にした方がここはキュッと締まります。ロープ編みをします。ざっくりねじらずにロープ編みをしてルーズにほぐします。力を徐々に抜きながらほぐすことで柔らかい立体的な質感になります。このようにこんな感じですね。でこれが完成しましたら同じくゴムで留めます。で、まあ、仮止めですのである程度で大丈夫です。
で、先ほどのクリップを外して、今度はこっちも三つ編みの中に通して交差させます。こんな感じですね。こっちとこう、こういう感じですね。でこれを真ん中で一緒に、残りの紙も一緒にゴムで留めてポニーテールを作ります。ロープ編みの弱点といいますか、特徴的に編み目が緩くなりやすいので、しっかりきつめに留めていきます。こういう感じですね。でギュッとすることで締まります。でこの最初の三つ編みのゴムですね、ゴムであったりとか左右のロープ編みですね、ロープ編みした留めておいた仮留めのゴムを外します。次にヘアアクセをつけていきます。ヘアアクセは今回これをつけます。ヘアカフですね。裏のこの金具ですね、金具をゴムに差し込むだけでいいので、すごい簡単につけれて便利です。でしっかりこれで固定します。でゴムアクセみたいにモチーフがいがみませんので、いがみにくいのでヘアカフはおすすめです。で次にこの毛先ですね、このままでも可愛いんですけど、少し立体的にしたいので動きをつけていきます。まずおすすめの巻き方なんですけど、全体をざっくりでいいので外はねします。これはヘアビューロンの 34mm を使っています。180度です。低い温度の方がダメージ少ないので、低い温度でも跡がつく方は160度とか150度の少し今回より低い温度で巻いてください。こういう感じで全体外はねします。こうですね、コテを下から入れて巻き上げるやり方します。でもう少し表情が欲しいので、今度は表面の紙ですね、をこの中に取ります。を少し持ち上げて、今度は内巻きをします。ですね、これをところどころしていきます。細い毛束を取ってところどころ持ち上げて内巻きを入れます。こうすることで外ハネのところとメリハリがついて可愛くなります。こういう感じですね。でこの裏側とかも内巻きを入れてあげると360度可愛くなります。こんな感じですね。こんな感じで毛先を華やかに巻けましたら、次は遅れ毛を巻いていきます。で遅れ毛はこのようにありましたら、いっぺんに巻くとどうしてもカールが固まって老けて見えたりしますので、分けて巻きます。3箇所ぐらいに分けて巻いて、であまり強いと可愛くないので、巻いたとすぐに指でほぐします。このような感じほぐすとおしゃれな柔らかいルーズな質感になります。このような感じですね。ここも一緒ですね。で前髪横は根元まで巻きすぎると頭が大きく見えたり顔が大きく見えたりしますので、必ず根元は巻き込まずに中間毛先ですねにこのような感じでつけます。ここも同じく指で裂きながらほぐします。柔らかい質感にします。もう一緒ですね。最後も同じく中間毛先、前髪横は巻きすぎないように注意してください。では最後にヘアバームですね、を遅れ毛顔周りにつけていきます。だいたいこれぐらいですね。これぐらいの量を手のひらでしっかり伸ばします。でヘアバームはこのように手の体温でオイル状になります。でこの時もポイントなんですけど、全部こう
上からつけてしまうとおしゃれになりませんので、せっかく細かく分けたので、この分けた感じを分けたまましっかりこうなじませます。そうするとツヤ感があって濡れ髪っぽい感じで分かれます。こういう感じですね。濡れ感があるんですけど束感が分かれてますのでおしゃれな感じになります。ここも一緒ですね。細かく細かくつけていきます。こうすることでつけすぎも防ぎながらおしゃれな質感を狙っていきます。で、必要に応じてこの毛先ですね、毛先も少しなじませて、ダメージのある方は乾燥しやすいので毛先もなじませておきます。これを先につけてから巻くと少し痛みの原因になりますので、必ず最後ですね、全部巻き終わって最後にバームやオイルはつけるようにしてください。完成しました。もうすごい簡単なプロセスですね。三つ編みとロープ編みで入れ込んでポニーテールにするだけですね。それでこのような感じのおしゃれな編み込み風の仕上がりになりました。じゃあ一周ぐるっと回ってみます。横ですね。で、正面、遅れ毛はお好みで変えていただいても大丈夫です。で、逆側の横ですね。で、真後ろになります。ポイントは動画の中でお伝えした通り、この隙間ですね、隙間がどうしても空いてしまう方が多いので、しっかりこの三つ編みをこのように丸く最初表面の髪を取るっていうことですね。で、もう一つこのロープ編みですね。ロープ編みが前から見て膨らんでしまう場合がありますので、編む位置はこの位置ですね。耳後ろぐらいから鏡で確認しながら編んでください。ね、その二つに注意すればそんなにこのアレンジ難しくないので、ぜひ頑張ってみてください。今回もありがとうございました。